サザン鉄道マーちゃんとネイビー型蒸気機関車で配送された。これらの機関車は BR 番号しかつけなかった。建造は3つ全ての QSR 機関車工場にまたがって行われ、フレームはアシュフォードで、ボイラーと淡水車はブライトンで、最後の建造はイ、e、ーストリーで行われた。本形式にはバリードの考案した独自の機構が多数搭載されており、 従来のイギリスの蒸気機関車とは一線を隠す、極めて得意な外観と構造を備えていた。以下は、その一部。戦争の激化とともに、同期による牽引が想定されていた大陸との直通列車はすでに運用されなくなっていたが、ロンドンからサウサンプトン及びエクセターを結ぶ南西本線の急行列車に使用された。バリード設計のボイラーは、 戦時体制下での低品質な石炭でも高い出力を発揮し、戦後から1960年代後半までのボーンマスベルプルマムを復活させたほどだが空転も多かった。それ以外の独自機構の多くは成功したとは言いがたく、むしろ多くの問題が浮き彫りとなった。特に弁装置は摩耗が激しく、複雑な構造のために保守にも手間がかかるという整備士。 中瀬の代物で走行中の振動によって飛散した潤滑油に火花が引火して発火することさえあった。こうした火災によって列車の運行が滞るのはもちろん消火活動による急激な冷却で車体に歪曲が生じるという二次的な弊害も現れた。また、低品質な石炭でも高い出力を発揮したものの、 消費量は比較的高く、他のビッグフォーの機関車との比較すると明らかだった。流線型の多いは機関士の視界を遮り、気流によって車体の周りに対流する肺炎がことがその問題を悪化させた。現場からの報告を受け、その都度多いの形状に細かな修正が加えられたものの、完全に解消することはできなかった。また、弁送値と同様に整備、 点検の作業を煩雑なものにしており、清掃、塗装の工程を簡略化して人件費を削減しようとする当初の目的が裏目に出ることになった。1953年に調査に至った事故により、クラス全体のクランク軸の設計に欠陥が見つかった。これにより、クラスが即座に撤回され、変更されたデザインの新しいクランクアクセルが製造および取り付けられた。 こうしたもろもろの問題を受けて、戦後4大会社を統合して発足したイギリス国鉄では、機関車の設計を見直し、30両全ての車両から、便装置とカバーを含む独自機構の多くを撤去、より一般的な機構に置換するという大幅な改造を行った。しかし、より信頼性の高い機関車が使用されており、1949年にバリードが、 南部地域の担当から外れると、さらなる改善の実施は困難になった。新しいスタンダード7、ブリタニアクラスを支持して、クラス全体を廃棄する計画が提案されたが、破棄された。クラスの衰退と撤退の主な原因は、南部地域の統制から、西部地域への変更である、南西部メインラインにあった。1960年代初頭までに、西部地域では、ディーゼル4つ、 ウォーシップクラスが導入された。これは南西メインラインを介して高速旅客列車を運ぶことに割り当てられ廃車につながった。3万5000号カナダ太平洋オーバーホールが行われておりミッドハンツ鉄道が所有している。機関車は現在ローリングシャーシであり、コンポーネントが利用可能になった時に追加される。ボイラーはロプリーの主な商店であり、 今後数年間エンジンを蒸気状態にすることを目指している。3 5五千6ペニンシュラーオリエンタル s n c o 3 5五千6ロコモーティブカンパニーリミテッドが所有するグロスターシャーウォリックシャー蒸気鉄道で運行。2016年5月に旅客列車の運搬に戻った。BR ラジ付きグリーンに高期クレストのカラーリングを搭載している。三万五千九 ショーサビールヤンライリーが所有する。修復待ち。35,010。ブルースターイギリスの機関士蒸気保存協会が所有するコルネバレー鉄道での復元を待っている。協会は現在、35,010で始動する前に別のエンジンを復元している。35,011。ゼネラルスティームナビケント州セリンゲで元の状態に復元中。 ゼネラルスティームナビロコモーティブレストレーションソサイティが所有している。協会は2015年8月に35,011を購入し、修復作業を開始した。欠陥のあるプレーンアクスルをクランクアクスルに変更する作業が始まり、作業部隊が編成されて、さらなる作業のために機関車を準備し、露出したコンポーネントを保護している。 ネームプレートを含む多くの新しいコンポーネントが製造された。社会への年会費はたったの10ポンドで、会費は35,011の回復に向かっている。35,018、ブリティッシュ、インディアライン、メインラインで運用され、カーアンフォース MPD を拠点とし、ウエストコーストレールウェイズ特が所有。2017年5月に保存状態で初めて無視。 2017年秋に最初の列車を運んだ。ブラインドグリーンをデートクレストのカラーリング。35,022ホランとアメリカラインアイコンズオブスティームが所有するクルーディーゼルデポでの復元を待っている。35,025ブロックルバンクラインケント州セリンゲでの復元を待っている。エンジンのベースとなった以前のサイトで修復作業が行われた。 35,027ポートラインアイコンズオブスティームが所有するクルーディーゼルデポでのオーバーホールを待っている。35,028クランラインスチュワーツレーン TMD に基づくメインラインで運用。35,028は1960年代に BR から直接購入された。それ以来主にメインラインで稼働し数十年にわたって 多くのオーバーホールを受けた。最新のオーバーホールは2017年5月に完了しました。35,029、エラーマンラインズ内部の仕組みを示すために、セクション化。国立鉄道博物館が展示及び所有している。ホワイトハウストーマス、P49 クレーモリソン、P7 高畑2004、P121 から122高畑2004。 P121 ありがとうございます。